あけぽよ。遅延症ですか。元旦から遅れてんの。はい、申し訳ございません。あれ、いつもの駅員さんは。あ、あいつは今日休みなんですよ。そうなんだ、お兄さんかわいそう。元旦から仕事なんて最悪ですよ。あの野郎どうせ朝まで酒飲んで俺の悪口言ってんだろうな。そんな人なんだ。そうだよ、優しい顔してひどいこと平気で言うタイプよ。へえ、じゃあ豊川稲荷行ってくるね。行ってらっしゃい。あれ、おお、いつもの。何を祈りしてたの。まあどうしようもない先輩の健康と幸せ。へえ、あいつ全然分かってねえじゃん。あいつどうされました。あ、こんにちは。少しできます。どうしましたか。おっせえな、何ちんたらしてんだよ。あー、すいません、もう少々お待ちください。手話してるってことはその人耳聞こえねえんだろ。そうですよ。でも声は出せるだろ。お客様、声は出せても周りの反応などを気にして出せない方もいるんです。そりゃ悲しいな。悲しいことばかりでよく生きてられるな。は？わかりました。耳が聞こえなくて悲しいこともいっぱいある。でも嬉しかったこともいっぱいある。おう、悲しいことも嬉しいこともたくさんある。あなたもそうでしょ。そうだな。ならどっちも同じでしょ。すいませんでした。なんて。駒沢と早稲田で3分半了解です。駒沢まもなくです。了解です。電車止めちゃいます。頑張れ。おい、いつになったら動くんだ。ただいまランナーが通過してますのでお待ちください。電車を止めてすることか。あいつらが待てばいいだろう。彼らは一年間必死の思いでやってきたんです。今日ぐらいは最後まで走り切らせてあげてくださいよ。くそが、俺は忙しいんだよ。年始からお仕事ですか。駅伝の応援だよ。だったら待てよ。チーズ。遅延症ですか。20分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。胸よ、今年の書き初めのお題は希望の朝だろ。なんて書いた。眠たい朝です。バカかお前は。すいません。おはぽよ。タクぽよ、書き初めを見せてみろ。はい、これ。何書いてんだお前は。お題は希望の朝って言っとるだろ。え、だからこんな朝希望しますってことで昼まで寝てスイーツ食べたいって書いたんじゃん。お前の希望は聞いとらんのだよ。希望の朝って書くんだよ。あ、そうなの。でもみんな一緒じゃつまんなくない。まったくこいつらは。一番目立つとこ貼っといて。ギャル強。いつもありがとう。駅員さん、これあげる。何これ。年賀状です。邪魔になったらすいません。ありがとう。じゃあ宗介くん、ちょっと待っててね。うん。え、宗介くん、お母さん、お待たせしました。いえいえ、これ少ないけどお年玉です。わあ、ありがとう。そんな悪いですよ。僕なんてあげる子いないのでもらってくださいよ。ありがとうございます。駅員さん、今年もいっぱい電車乗ります。待ってるよ。新宿行き、まもなく発車します。ん？ちょっと待ってください。早くて。一旦ドア開けます。ちょっと待ってください。どうしたの。あー、これあげる。ココア下にコズンドルでよく振って飲むんだに。分かっとるよ。どうしたの。あのさ、俺ずっとずっとアマネが好きでした。え、最後にこれだけ言いたくて。アマネも好きだったに。え、また長野帰ってくるで待っとって。本当に。うん、またね。俺もすぐ東京行くわ。青春よし。え、どこ行けばいいの。邪魔なんだよ。あ、すいません。前向いて歩け。すいません、すいません。大丈夫ですか。大丈夫です。どこまで行きますか。10時16分の三鷹まで。三鷹ですかね。あ、そうです。すいません。じゃあ間に合わせますよ。荷物貸してください。あ、はい。おも、どっから来たんですか。長野です。え、僕も長野生まれです。そうなんですか。東京おっかないら。おっかないです。でも結局田舎もんばっかだで安心しな。はい、ありがとうございました。行ってらっしゃいませ。ちょっと駅員。どうされました。切符をなくしちまったのよ。どこからの切符ですか。浜松だ。この方嘘ついてますよ。はい。この方は三島駅で三島沼津の定期を所持して改札を入場した。かかか、勝手なことを言うでない。その後たぬき練りで豊橋まですやすやと。え、ふざけるな。必要なら証拠の写真も見せますよ。お客様、本当のこと言ってください。つつい魔が差して。真実はいつも一つ。あなたは一体。名探偵たくあんです。本日山手線は終日運休となっております。ん、
お兄さん、え、今日山手線は線路工事のため走りませんよ。え、一日っすか。あと35時間は電車来ませんね。マジっすか。じゃあどこで待てばいいんすか。待たないでください。他の路線やバスを使ってください。いや俺ネットフリ入ってるんで35時間なんて余裕で待てるっすよ。待たないでください。ここにいられても困るんですよ。いやでもマジ俺動画見てる時の集中力パネっすよ。見ます。見ないですよ。とにかく他の手段を考えてください。まあ駅員さんと朝まで麻雀もありっすね。ないよ。チーズ。成人おめでとうございます。あざぽよー。30分の遅延証ちょうだい。どうぞ。今年度から18歳も成人だ。おめでとう。実感湧かねえな。まだ酒も飲めねえしな。しっかりと成人になった自覚を持つように。おはぽよー。たくぽよ。まだ酒飲むんじゃないぞ。飲まねえよ。てかいつ成人式やんの。うちの地域は5月だ。卒業してすぐじゃん。みんな何も変わってないでしょ。式典をすることで成人を実感できるだろ。式典とかだる。お酒のない成人式なんてただのお湯機会じゃん。もう決まったことだ。それに納得するのも成人だ。じゃあ私たち全員ボイコットしまーす。ちょっと待て。上に話してみるわ。やる必要。やーべえ、金がねえや。ん、お客様、お客様大丈夫ですか。ナイティさん、ホームにて意識不明の男性がいます。至急救急車をお願いします。はい、了解。患者はどちらに。こっちです。聞いた、来た。病院まで乗せてって。家近いから。ん、え、さっきまで意識なかったはずが。何も問題なさそうですね。電車賃もねえし、歩くのもめんどくせえから、倒れりゃ乗せてってくれると思ってな。ふざけないでください。本当に救急車が必要な方もいるんです。一回ぐらいいいじゃねえかよ。お客様、僕が呼ぶ車間違えてましたよ。んー、パトカーが送ってくれるみたいです。勘弁してくれ。チーズ。遅延症ですか。15分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。西川、授業に集中しろ。はい。おはぽよー。たくぽよ、遅刻か。これ遅延症。あー、そうか。じゃあ席替えしたから、誰か席教えてやってくれ。廊下側の一番後ろ。西川溶けそうじゃん。ストーブの目の前はサウナだよ。めっちゃ整うじゃん。知らんけど。たくぼやちゃん、こっちだよー。あっちは水風呂。すいません、金さん。はい。 iPhone どこかに落としちゃって、探してくれる。心当たりは。電車の中かな。どんな曖昧じゃわかんないので、カスタマーセンターに相談してください。はぁ、お困りかな、ベイビー。え、ミーが来たからにはもう安心。あなたが笑顔になるまでそばにいますよ。あの iPhone なくしちゃって。お安いご用さ、ベイビー。ここに ID とパスワードを入力して。あ、うん。おっと、さっきの電車の中だね。終点で回収してもらうよう連絡しとくよ。え、あったの。あざぽよー。え、でもどうやって。 iPhone を探すアプリで追跡しただけさ、ベイビー。安心した。取り行ってくるね。バイビー。すいません、キンさん。どうされました。子供が保育園児なんですけど、改札どうやって入ったらいいですか。そのまま通過して大丈夫ですよ。あ、わかりました。じゃあママ行くよ。ちょっと待って。改札通るときに扉が閉まって顔にぶつかったりしないかな。もういい、行くよ。どうしよう、心配。お母さん安心してください。え、自動改札は身長が120センチ以下だったらセンサーが反応しないので扉は閉まりません。そうなんですか。はい、ソウスケくんの身長なら大丈夫ですよ。安心しました。ソウスケ、おいでー。わー、笑顔よし。クソゲー。ん、クソゲー。今年もやっぱり来るか。すげえ。横山さん、今日はどうしました。特急ひだが変わっちゃったじゃないの。そうなんです、去年から新型の車両になりました。俺が許可したか。え、新型に変えるなら俺に一言あってもいいだろ。いや、そう言われましても。最後に乗りたかったのによ。あ、それなら3月に4回だけ感謝を込めた運行がありますよ。え、そうなのか。ぜひ乗りに来てください。じゃあ今すぐ予約させてくれ。発売は1ヶ月前からになります。すげえ。チーズ。新章ですか。10分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。続きまして、3年生のリクエスト曲です。お、星野源採用されたかな。乃木坂来い。3位は湘南の風で睡蓮花。え、2位はレペゼン地球で博多ライフ。何。1位は浜崎あゆみで M。 おい、ギャルの好きな曲ばっかじゃねえか。放送委員ちゃんと集計したのか。それでは3位の睡蓮花からお聞きください。おい、放送委員出てこい。誰だ。おはぽよー。こいつだ。今日はどこ行くの。新潟のおばあちゃんの家。お母さんは。おばあちゃんの看病で先に行ったの。そっか、気をつけてね。新幹線特に乗って浦沢駅で乗り換えて越後川口。新幹線特急323号到着です。うわぁ、特急だ。上越線大雪の影響で全線運休となっております。駅員さん、
電車来ないんですか？ごめんね、雪で電車が走れないんだよ。ママ小僧、みかん食うか？あ、うん。バカいっぺこと詰まったねっけ。おいおじさん、英語話せるの？面白いこと言うな。新潟の方言中やっちゃ。へえ、バカ言ってどこでったっけ？バカいいね。ソウスケ、大丈夫？ママ寒くなかった？バカいっぺこと詰まったねっけ。え？チーズ。中傷ですか？30分のちょうだい。どうぞ。朝ぽよ。お前ら今日から黙食は終わりだ。好きに話していいぞ。やったな、話そうぜ。何話す？いつも何話してたっけ？わからん。ずっと黙食だったからね。おはぽよー。お前はいつも給食の時間を見計らって来るな。は？たまたまだし。もういいから食え。プリンもーらい。ちょ、お前先生のプリンを返せ。あんな感じだったな。うん。駅員さん、ソスケ君どうしたの？ママの誕生日で買ったお花を忘れちゃったの。え？もう見つからないですか？必ず見つけるよ。乗ってきた電車は覚えてる？33分に着いた横浜行き。 OK、 どこに座ってたかな？いつもママと座る前の方の窓側。わかった、ちょっと待ってて。うん。531号F、 車掌取れますか？はい、こちら531号F。 前より窓側の座席に花束の忘れ物、至急捜索願います。了解しました。お子様からママへのタンプレみたいですよ。泣けますね。ちなみにお名前は？宗介くんです。了解です。あ、あったあった、宗介くんのお花だ。え？あ、子供がママへのプレゼント忘れちゃったみたいで。あの、その子、この席に座ってたって言ったんですか？そうですよ。知ってる子ですか？あ、いえいえ、気のせいです。You've been down there. ドアが開きます、ご注意ください。よーし、開いてるぞ。座れた座れた。まもなく列車発車します。乗ります。うわー、席埋まっちゃってる。やばい、倒れそう。大丈夫か？あの、ちょっと気持ち悪くて。気づくのが遅くなってごめんな。どうぞ座ってくれ。ありがとうございます。ずっと辛かったよな。早く気づけなくてごめんな。いえいえ、助かりました。お前らも周り見ろよ。ああ。すいません。どうされました？新幹線に忘れ物しちゃって。何を忘れたんですか？チャイナ服。チャイナ服ですね。どこに座ってたか覚えてますか？3号車の前の方の3人掛けの通路側、 C 席ですね。確認しますのでお待ちください。よろぽよ。豊橋駅拓園です。3号車前寄りのチャイナにチャイナ服の忘れ物、捜索お願いします。え？チャイナ？チャイナにありで了解です。ちょっと駅員さん、チャイナになんて忘れてないんだけど。え？さっきチャイナにチャイナ服とか言ってたでしょ。あー、チャイナは C 席のことなんです。は？ C や E は似てるので聞き間違いのないように、僕たちは C をチャイナ、E をイングランドなどで呼んでるんです。なるぽよ。じゃあ取り行ってくるね。行っちゃいな。すいません駅員さん。どうされました？30分の遅延証ください。では45分におまけしときますね。ありがとうございます。失礼します。胸を遅刻か。やっぱり今日で3回目だ。殺される。あ、はい。じゃんけんぽい。え？お前の勝ちだ。1万円やる。え？何ですかこれ。さらに勝ったら5万円にしてやる。前澤社長みたいなことしてますよ。どうすんだ、やんのか。やりますけど、何があったんですか？じゃんけんぽい。勝っちゃった。次買ったら100万円だぞ。え、宝くじでも当たったんですか？そうだ、10億ね。はい、じゃんけん。ちょっと待って待って待って、10億当たったんですか？そうだ。当たるとこうなるの。すいません。どうされました？30分の遅延証ください。遅れてごめんなさいね。これで授業サボれるんで逆にありがとうございます。あ、行ってらっしゃいませ。失礼します。あれ、この時間数学のはずが。ん？おい胸を、雪合戦やろうぜ。え？何やってんだよ。テストの平均点が良かったから今日は雪合戦になったんだよ。ってマジかよ。こういう日は電車遅れんなよ。チーズ。遅延証ですか？50分のちょうだい。どうぞ。駅員さんのネクタイかわいい。あ、ありがとうございます。おはぽよー。たくぽよちゃんおはよう。わ、みなみ先生リップかわいい。ありがとう。アイシャドウもかわいい。ありがとう。服もかわいい。ありがとう。かわいい多いな。このペンもかわいくない？かわいい。え？ここの黒板消しかわいくない？かわいい。え？雑巾もかわいくない？かわいい。なんでもかわいいじゃん。たくぽよちゃん、これはバリダサ。バリダサ。停止位置よし。快速電車通過のため1分ほど停車いたします。おい運転士、どうされました？お前の運転は荒いのよ。もっとブレーキを優しくしろ。そうでしたか、申し訳ございません。今までいろんな電車に乗ってきたが、お前の運転は特にひどい。申し訳ございません。ここの出発から気をつけろよクソが。はぁ、あ、
めんどくさ。ああ、仕事辞めたい。ん？ソウスケ、電車来たよ。バイバーイ。わあ、運転手さんが手を振ってくれた。よかったね。これだから辞められない。チーズ。遅延症ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよおはぽよー。みんな悪いな。休業ができたため時間割の変更をする。え、ラッキー。1、2時間目の数学は体育に変更だ。やったー、最高。内容はシャトルランと持久走だ。クソかよ。最悪だ。3、4時間目の理科社会は音楽に変更だ。全然あり。いいぞ。内容は肺活量のトレーニングで外周ランニングだ。マジクソ。帰りたーい。5、6時間目は変わらず競歩大会の練習だ。帰りまーす。やるつよ。あ、パパだ。あれ？確か今日は運転士の試験だったはず。おお、ソウスケ、お疲れ様。パパ、どうしたの？パパ、運転士になれなかった。ごめんな。なんで？ちょっと検査に引っかかっちゃってな。絶対なってくれるって言ったじゃん。パパの嘘つき。ごめんな。あなた、家族のためにたくさん苦労してきてくれてありがとう。いつも無事に帰ってきてくれる。それだけで十分だよ。ありがとう。それにソウスケ、約束したでしょ。あ、パパが運転士になれなかったらどうするんだっけ。え、僕が運転士になる。ソウスケ、今日はお寿司食べに行くぞ。やったー、笑顔よし。次は江戸川橋、江戸川橋でございます。隣の人めっちゃ寄りかかってくる。よっぽど疲れてんだろうな。隣の人綺麗だな。え、スマホ落ちてきたんだけど、どうしよう。江戸川橋到着です。え、もう降りないと、どうしよう。隣置いときます。ちょっとお姉さん。はい。スマホ忘れてますよ。あ、私のじゃなくて、そこの寝てる人のです。え、ややこしくしちゃってすいません。じゃあ降ります。おいお前、俺のスマホで何やっとるだ。いや、これは違うんです。わあ、スタンプ見て。よかったね。インクをたくさんつけて。おいガキ、ちんたらしてんじゃねえぞクソが。あー、すいません、お急ぎだったら先にどうぞ。まったく何もしてないガキは出しゃばるな。おいこらてめえ、順番も守れねえのか。俺はこの後仕事なんだ、時間がないんだ。そんな忙しい時にやるもんじゃねえだろ。みんなルール守ってやってんだよ。守れねえなら参加すんじゃねえよ。帰りも遅いから間に合わねえと思ってよ。はあ、終電までやってますので、仕事終わりにゆっくり参加してください。はい。駅員さん、スタンプ50個集めました。お、ではメダルのプレゼントです。やったー、笑顔よし。チーズ。チーショーですか？10分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。おはぽよー。タクぽよ、遅刻か。はい、遅延症。はいよ、ちょっと待て。何？スマホの裏に何入れてんだ。え、推しの写真、マジイケてるっしょ。どこがだ。まず学校に余計なものを持ってくるな。は？これあったらモチベ爆上げ横丁になるのにダメなの？そんなのなくてもいいだろ。なかったら全部授業サボるよ。まったく、しょうもないやつだ。バラッチもスマホの裏にガッキーの写真入れてるくせに。それを言うんじゃない。ってことで、あいつよ。